縄文時代の住居復元された古墳時代の住居兵室遺跡兵室遺跡は長野県塩尻市集が平手にある縄文時代から平安時代にかけての集落遺跡国指定の史跡である古代住居が復元され塩尻市立平室博物館平室遺跡公園ガイダンスが整備されている縄文時代から平安時代までの大集落 古代遺跡としての本格的な発掘調査が1950年に始められ、縄文時代から平安時代に至る5000年に及ぶ豊富な出土品は、当時の生活の様子を復元する貴重な資料とされている。こうしたことから1952年に国の史跡に指定された。現在までに290件を超える縦穴住居士、建物跡、それに伴う多くの土器、石器、 鉄器類が発掘されている。かつては、地の島塗り石遺跡や静岡県のトロ遺跡などと、並ぶ日本の三大遺跡の一つに数えられた。遺跡公園内に、兵室遺跡公園外岸すむねがあり、遺跡から徒歩5分のところに、塩尻市立兵室博物館がある。集落の歴史は少なくとも縄文時代にまで遡る。縄文時代早期から晩期まで、 ほぼ全期間の痕跡が見られる。最も栄えたのは中期で、110件以上の住居が発掘されており、豪華な文様で飾られた土器や、石器類も多量に出土している。弥生時代の住居詩は発掘されていない。しかし、弥生土器は採集されているので、今後、住居詩など、生活の痕跡が発見される可能性もある。古墳時代の掘ったて柱建物跡が80棟以上。 発掘されており、住居や倉庫だったと考えられている。住居の規模は全体的に大きく、室内にはかまどが設けられ、住居内から弾き、杖駅といった土器や鉄製の隙、鎌など多くの遺物が発掘されている。豊富な発掘品は当時の集落の繁栄ぶりをうかがわせる。特に、弥生時代のものとされる芝宮銅鐸や、 平安時代初期のものとされる緑有水亀は長野県だからに指定されている。縄文時代中期のかやぶき屋根の7軒の住居を復元してある。信仰の対象となった磁尺を据えた広場を設けてある。古墳時代の有力者の家だったと考えられる大型住居と穀物倉庫を復元し、周囲には桃などの果樹園、森などを整備し、6世紀末から7世紀初頭の 農村の様子を再現してある。十一世紀前半の複数家族の家並みとして四棟の住居となやからなる住居群を復元し、周囲に畑や各種の植生を整備し、当時の農村を再現してある。資料室、休憩コーナーなどがある、兵室遺跡についての学習施設である。入館料は無料、開館時間は9時から17時、休館日は月曜日、 年末年始、火起こし、マガタ玉作り、弓矢飛ばし、瓦毛作り、ガラス玉作りなど各種の体験学習もできる。マガタ玉作り、瓦毛作り、ガラス玉作り、暗銀網は実費程度の有料。ありがとうございます。